どうもこんにちは、水谷です。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、昨日自民党の、河井案里参議院議員、もう元自民党かの河井案里参議院議員、そして、旦那さんの、河井克行、衆議院議員、2名がですね、逮捕されました。これ容疑としてが、で容疑としてはですね、まあ、昨年の参議院選挙、まあ、広島選挙区内で、票の取りまとめなどをまあ依頼するという目的で、地元の議員ら94人に計2570万円をまあ提供したという容疑となっています。で、まあ、現職国会議員の夫妻がまあ逮捕されるということは、まあ、これ多分、ね、歴史上初というか、まあ、その日本で初めてなんじゃないかなというふうにまあ思います。で、まあ、このもちろんですね、この河井夫妻 VS こう検察の攻防戦っていうのは結構ですね、まあ、その昨年から行われていて、で、まあ、それこそまあ、ね、あの結構週刊誌とか、どこだったかな、週刊文春か週刊新潮が、まあ、230日間のこの攻防戦のこうレポ書いてたんですけれども、これやっぱり背景としてはこの検察の人事をめぐる、まあ、黒川さんを中心とした、まあ、検察の人事をこう巡るこの官邸と、検察の攻防戦があったんじゃないかというふうに、まあ、言われています。まあ、僕も実際そうじゃないかなと思います。で、実際まあ検察の検事の、中の方々にはやっぱりその正義感が強い方々って非常に多いんですね。で、まあ、その、まあ、放送である以上、まあ、正義感が強い方が多いのは、まあ、あの至極、まあ、当然の話で、まあ、こう検察内部でもこの黒川さんをめぐるこの検察人事の、そう、官邸介入、まあ、ここの部分での、まあ、その反発みたいなのがすごく強かったと。で、まあ、河井克行さんは、まあ、元、その法務大臣ということで、で、まあ、結構ですね、まあ、要職に、ついてらっしゃった方で、まあ、安倍首相にも結構近いような、ポジションにいたという話なんですね。で、まあ、そういう中で、じゃあ結局検察からすればなんとかその官邸に対して一撃を食らわせなければいけないというような、まあ、事情があった。で、そこで、まあ、結構その広島選挙区の中だとこの河井案里さんのこのお金のばらまきみたいなのって、まあ、その知る人は多かったんですよ。で、まあ、その一説にはですね、まあ、その河井案里さんの陣営が結局ですね、まあ、その揉めに揉めて、で、その中の関係者の一人が、まあ、検察の方に、まあ、リークしたんじゃないかというようなことが、まあ、言われています。で、なので、まあ、その河井案里さん自身は、まあ、実際、まあ、ね、広島選挙区の中には、まあ、溝手さんというですね、まあ、現職 の、 その岸田派の、まあ、参議院議員の方がいて、で、まあ、その方とですね、まあ、結局、まあ、二着争いを、することになったんですよ。で、まあ、結局官邸側からすれば、まあ、河井案里さんを当選させたいという思惑があって、で、まあ、それは旦那さんの克行さんが安倍さんに近いポジションで、奥さんので、まあ、その案里さんを、その当選させることで、まあ、ちょっとこう岸田派のこう弱体化というものを目指していたんじゃないかということですね。で、まあ、それでなんとかですね、まあ、その現職を落として、で、河井案里さんを当選させるということで、まあ、その溝手さんに比べる、まあ、その10倍の資金を、その自民党の本部の方が河井案里さんの方に提供したという、話だったりとか、まあ、するわけですね。まあ、結局ですね、まあ、その今回の件なんですけど、まあ、そのもっとこの根が深いですよ。まだまだちょっとこう根がすごく深くて、まあ、今後ですね、まあ、その広島地検がこうどこまでやるかということですね。で、まあ、特捜部、まあ、地検がどこまでこうやるかっていうのがすごくまあ重要なポイントで、まあ、ひょっとしたらこの広島のこう政界が大きくこう揺らぐぐらいのこう規模にこうなってくるこう可能性っていうのも十分秘めてる。で、そうなると、じゃあその安倍政権へのこう打撃っていうのは少なからずどうしてもこう出てきてしまうわけですよね。じゃあ例えば安倍さんが任命したのが、河井克行、衆議院議員だったんですよ、法務大臣に任命したのがね。そうなってくると、安倍さんの任命責任だって問われると。だからその自民党からすればトカゲの尻尾切りとして河井案里さん、そして河井克行さんを離党させたところで、あんまりこうね、意味がないものだったりとかするんですよね。で、まあ結局ですね、安倍政権結構今こう大変なところにこう来ていると思っていて、で、その東京都知事選挙で、結局まあ現職の小池さんが、まあ、多分当選すると思うんですけれども、自民党自体はこう独自でその候補者を出すことができなかったと。まあ、これは
まあ、二階さんとその小池さんラインっていうのがあって、でどうしてもまあそのね、まあそこにどうしても抗えなかったという事情もあったりとかするし、で結局こう東京都知事選挙っていうのはそれこそ日本の首長選挙で一番そのビッグな選挙なわけですよ。で、まあ、そこに候補者を自民党が立てられなかった、まあ、前回その小池さんに惨敗したっていうのもあるだろうし、であとは二階さんとその小池さんのラインもあったりとか、あとはその公明党とまあその小池さんのまあズブズブというか、まあそういうところもまあいろんなこう大人の事情とかが渦巻いていて、非常にこのしんどかったという部分なんですよね。じゃあそういうところで結局今回その河井克行、河井案里、その両議員の逮捕が起こったってことは、まあこれは自民党のその本部、ひょっとしたらですけど、その大変なことになるんじゃないかというような、ところもあると。でこれはもうその検察の人事に対するその検察の反発で、検察がかなりその本腰を入れて、まあ、今回の件を捜査していたというところなんですよね。でまあその今回やっぱりその今後どうなっていくかっていう展開に関してはわからないです。現状どこまで捜査の手が伸びるのかっていうのは非常に難しいところだと思いますけど、まあもしですねこの河井克行、その元衆、河井克行衆議院議員、河井案里参議院議員が、まあ、その有罪判決を受けた場合、まあ、これは失職するわけですよ。で失職するのはいいんだけれども、そうなってくると、安倍首相の任命責任がかなりこう問われてくる展開になるだろうし、で現在ちょっとね、まあ、その支持率的にもこう厳しいその安倍政権っていうのは難しいこの舵取りを取らなければいけないと。でそうなってくると結構ですね、まあ、日本社会に対するまあダメージっていうのも少なからずこう出てくるわけで、で日本社会がすごくまたその混沌な感じになってくるんだろうなっていうのを、ちょっと僕自身はですね、感じさせるような、まあ、一件でございます。結構ですねこの週刊誌が今回のそのこう河井克行、河井案里、まあ、その両議員のことについて、まあ、いろいろこう書き立てていて、でこの週刊誌の記事読んでると結構やっぱ面白いんですよ。まあ、この河井克行、河井案里両議員とこう検察のこう間の攻防ね。でまあそれはですね、まあ、週刊誌のちょっとねこれあの週刊文春だったかな、確かそのね、常井さんっていう方が、まあ、その河井案里その参議院議員の独占インタビューをやっていて、でその記事がもう確か出てんのかな、多分出てると思うんですけど、その記事が結構ですね、まあ、面白いんです。はい。なんで、まあ、この件ですね、興味がある方はぜひですね、それをね、まあ、見ていただいたらいいなと思います。っていうかもうね、あの、河井案里議員の逮捕直前によくだからあのインタビュー撮ったよねって、独占インタビュー撮ったなって、すごい取材力だなと思いましたね。そのもうライターの方がね。で、まあ、今回の件ですけど、まあ、その今後ですね、検察側がその起訴をして、で、まあ、裁判の方で、まあ、有罪か無罪かというですね、判断が下されると思うんですけど、まあ、有罪だったら、こう、かなり、こう、官邸側には、こう、ダメージが出てくると。まあ、かといえ、じゃあ、安倍政権が終わるほどのものかって言われたら、まあ、終わるほどのものではないけれども、結構、その次の衆議院選挙で、まあ、自民党をかなり、こう、苦戦してしまうんではないかな、というふうに、思います。で、まあ、なんだかんだで、まあこれね、何がすごいかっていうと、こんなにそのね、大、まあなんだろう、こんなになんか大規模に、その地元のそのね、政界を巻き込んで、で、お金をばらまきまくった、で、それで検察が立件したケースって、まあなかなかないわけですよ。だから、これ前例がないケースだから、そのどこまで、やっぱりこう検察側が本腰入れてくるかわからないので、まあ今後の展開のこうニュースって、まあすごくですね、まあ面白いことになると思うんですよ。でやっぱりその河井案里さんと結局その自民党のこう広島県連、地元の県連ですねのやっぱ対立っていうのはあったわけですよ。でまあその河井案里さん自身のこのお金のばらまきみたいなのってのはなんだかんだ言ってそのね地元のその政界の方ではまあよく取り立たされていた話で、まあこんなになんかこのずさんなその買収工作みたいなのってこうあったのかなみたいないう話なんですよね。だこれがすごく僕は謎で仕方がない。だってあんなに大規模でやってたらどっかから結局情報漏れるわけだし、情報漏れたら検察が調べるのなんて当たり前の話だと思うんですよね。だからそういう部分でちょっとなんかあの随分こうずさんなこのねあの公選法違反だなと
いうふうに、まあ、思いました。はい、まあ、そんな感じで以上、みずにゃんでした。